川崎駅をご利用の皆さん、ご通勤ご通学の皆さん、日本共産党です。ただいま訴えをさせていただいたのは日本共産党後藤正美市議会議員でした。今日はこの場所で私ども日本共産党の金曜日夕方定例の宣伝行動と合わせて川崎民主姿勢を作る会川崎区の皆さんと協力した宣伝行動として行っているところです。どうぞ皆さんのご支援を。10月31日投票で大きな2つの選挙があります。衆議院選挙では比例代表で日本共産党大きく伸ばしていただきますようよろしくお願いいたします。そして地元小選挙区10区では畑の君江衆議院議員少人数学級を拡大する実績を作りました。来年の4月から小学校3年生が35人以下学級になり、そこから小学校6年生まで順次目覚まし、ありがとうございます、拡大する予定となっています。この前進に大きな役割を果たした畑の君江衆議院議員へと皆さんのご支援をお寄せいただきますようよろしくお願いいたします。そして川崎市長選挙も10月31日投票で行われます。どうぞ皆さんのご支援を。日本共産党も推薦する市子弘和さん、川崎の中学校小学校で41年間教員として勤めてきた、まさに試され済みの川崎市の教育条件を良くして、子育て教育のしやすい、そしてお金の心配なく学び子育てができる川崎を作るためにも、どうぞ市子弘和さん、川崎民主姿勢を作る会代表員市子弘和さんへと川崎市長選挙ではご支援をよろしくお願いいたします。さて皆さん、10月31日総選挙が行われるということになりました。今自民党の新しい総裁に岸田さんがなったということですが、政治の中身を見れば今までの安倍さん菅さんの政治を長年支えてきたのがこの岸田さんということになります。また資本主義を新しく変えなければいけないというようなことを岸田さんは言われているということですが、しかし今の自民党の政策を見てみたらどうでしょうか。別に行き詰まった原発政策を転換するということはどこにも書いてありません。また消費税の増税 5% から 8%、10% にしたのがこの間の自民党の政策でしたが、この消費税を減税するということも自民党の政策に入っているわけではありません。そして国民には消費税の増税や社会保障の負担増をさまざま押し付けてきたのに、今度新しい資本主義を作ると言いながら今までその一方で甘やかし続けてきた超富裕層、大金持ち層に対して税金を取るようなことも全く言っていないのが岸田さんではありませんか。新しい資本主義などと言いながら今までの新自由主義の経済、新自由主義の社会、大金持ちばかりをもっと儲からせれば日本の社会はうまくいく、そのためには公共がやっている税金でやっている役所の仕事どんどん減らせば減らすほどいい、こういう発想で行われてきたのがこの間の自民党と公明党の政治でした。この新自由主義を改めるということがどうしても必要です。そのことを日本共産党は今度の選挙の4つのチェンジの1番目のチェンジに掲げています。日本を長らく苦しめてきた新自由主義の政治、金持ちをもっと金持ちにする、日本の上から50人しかいない1000億円も資産がある人たち、安倍政権が始まる前の9年前は6兆円の資産だったのが9年後の今では24兆円、18兆円も上から50人、1000億円以上の資産のある人たちだけで資産を増やしているわけです。皆さん、勝手に増えるはずがありません。政治が甘やかしたから増えたわけです。政治をやってきたのは誰か、自民党公明党です。これを引き継いでいるのが岸田さんの自民党ということになります。皆さん、この政治を、新自由主義の政治を変えなければなりません。今度の選挙で
変える旗印がしっかりと立ちました。野党が9月の頭に共通政策合意をいたしました。私ども共産党と立憲民主党、社民党、れいわ新選組4党が共通して確認した中に、この貧困と格差の是正、新自由主義を正そうという項目があります。その中には消費税を減税すること、そしてこの新自由主義を改めて一部の富裕層にちゃんと税金を払ってもらうこと、このことがしっかり含まれています。皆さん、この方向に政治を変える明らかな方向性が打ち立てられたわけです。今度の選挙、野党連合政権に変えていただいて、ごくごく一部の超大金持ちばかりを甘やかしてきたのが今の自民党公明党政治です。そのことは何にも岸田さんになっても変わっていない。ですから、この政治を終わらせる、このことに進もうではありませんか。そして野党の中でも、この新自由主義の政治を終わらせるためには日本共産党を伸ばしていただくのが一番の近道だということです。それはなぜかといえば、私たち日本共産党は企業団体献金を受け取らない、こういう政党だからです。だからこそオリンピックの時にもオリンピックマネーをもらわない、だから何の忖度もなく1月からオリンピックはきっぱり中止にということを党として打ち出すことができたわけです。皆さん、この共産党を伸ばしていただいて、大金持ちごく一部の1000億円以上もありがとうございます、いつもご支援ありがとうございます、資産を持っている日本の中では50人程度しかいない、この大金持ち層からちゃんと税金を払ってもらう、そしてこれまで散々消費税の増税、社会保障の負担増押し付けられてきた、アベノミクスがいずれ給料になって帰っていきますと安倍総理大臣は言いましたが、給料には何も跳ね返ってこない、こういう仕打ちを受けてきた働く皆さんの暮らしが良くなるように政治を一緒に変えようではありませんか。これが日本共産党の訴えるチェンジの大きな一つ目の柱ということになります。皆さん、そしてもう一つ、今回4つのチェンジということを日本共産党を訴えています。今日皆さんに訴えたいもう一つのチェンジは気候危機の問題です。温暖化問題です。皆さん、世界中で2050年までに CO2 はじめ温室効果ガスを実質的にゼロにしなければならないということが国連などの会議で確認されています。そしてそのためには2030年度までに 45% の温室効果ガス、2010年度比で減らすことが必要だということがはっきりとしているわけです。私たち日本共産党、こうした提起を受けて正面から捉えて、地球の気候危機に対する2030戦略というのを打ち出しました。皆さん、もしこの2030年までに 45% の CO2 削減が達成できなかったらどうなるでしょうか。2年前東日本台風で川崎も大変な被害が出ました。こういう台風の傷跡が癒えないまま次の巨大台風がやってくる、そして日本社会が世界が回復できない、元に戻れないだけのダメージを受け続けることになる、こういう未来になるわけです。皆さん、残された時間は多くありません。私たち日本共産党はこうした世界の気候危機の問題を正面から捉えて、2030年度までに 50% から 60% の温室効果ガスを削減するという、こういうプランをホームページでも根拠を示しながら皆さんにお示しをしているところです。具体的には、ご支援ありがとうございます、いつもありがとうございます、よろしくお願いします。具体的には省エネで技術がどんどん進みますから、4割のエネルギーの使用量を削減します。そして残ったエネルギーのうち半分は自然エネルギー、再生可能エネルギーで賄うことができるというのが、私たちは根拠も示してホームページで示しているところです。皆さん、私たち日本共産党は国際社会が2030年までに 45% の CO2 排出のカットが必要だという提起に対して、
50% から60% まで削減できるということを根拠も示して皆さんにお知らせをしています。それでは政権党の自民党はどうかといえば、そもそもの目標が低すぎるという大問題があります。2010年度を基準にして2030年度までの目標で見れば、自民党の目標は 42% の削減、国際社会が 45% 減らさなければ元に地球が戻れなくなると言っているのに、あまりにも目標が低いわけです。それだけではありません。この 42% の削減の中には、原発を再稼働させて削減するということが含まれているわけです。自民党の案の通りやろうと思ったら、老朽化している原発を含めて27基の原発を再稼働しなければ二酸化炭素の削減ができないということになります。さらにもう一つの問題は、石炭火力発電所を自民党の案では動かし続けていく、さらには日本の中に新設をする、それだけではなくて世界の他の国に石炭火力発電所を輸出する、このことまで含まれているわけです。皆さんどうでしょうか。私ども日本共産党の2030年度までに 50% から 60% 省エネと再生エネルギーの拡大で削減するという提案、それと原発と石炭火力発電所を動かしながら 42% の削減をやるというのが自民党、どちらの提案が未来の世代、そして地球の未来に対して責任を持つ提案なのか、そのことはすでに明らかではないでしょうか。どうぞ皆さん、この地球の未来のかかった残りの時間が私たち人類には少なくなってしまっています。地球の温室効果ガス削減の在り方を大幅に変えなければ地球の未来はない、このことを正面から捉えて提案をしているのが自民党公明党なのか、共産党や立憲民主党、野党の連合政権を作ろうと言っている野党の塊なのか、このことをどうぞ正面から捉えていただきたいと思います。皆さん、私たち日本共産党は今言ったような提案をしています。どうぞ政権交代をさせていただいて、そして今度の選挙でも野党が共通政策として原発に頼らないエネルギー政策に転換する、地域社会が主人公になるエネルギー政策をするということも共通の政策目標として一致して提案しているところです。どうぞ皆さん、この方向に政治をチェンジしようではありませんか。皆さん、そのためにはここでも比例代表で日本共産党を伸ばしていただくこと、10区地元の小選挙区10区では畑野君へ衆議院を押し上げていただくこと、このことが必要です。先ほど申し上げました、共産党は相手が原発利益共同体、原子力村、今の資本主義社会と密接に結びついている、こういう人たちが相手でも何の忖度をする必要がない、堂々と原発をやめろということを正面から言っていける政党です。それはなぜかといえば、企業からのお金を一切受け取らない、その代わりに共産党を応援してくださる皆さんの募金や共産党員の党費、新聞赤旗を読んでいただく皆さんの購読料、こういう一人一人の皆さんの資金によって支えられている政党だからこそ、原発の利益を抱えている大企業集団に対しても正面からものが言える、こういう共産党を伸ばしていただいてこそ、原発から地域を大切にしたエネルギーへ転換することができるし、そして温室効果ガスの発言を温室効果ガスの削減もできるのではないでしょうか。どうぞ皆さんのご支援を日本共産党へと大きくお寄せいただきますこと、そして地元の小選挙区10区では畑野君衆議院議員へとお寄せいただきますようによろしくお願いいたします。それでは後藤正美市議会議員から訴えをさせていただきます。